マリアです。ユナです。ピンク、ラテ、リー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい。今日はこれを買っておけば間違いなし、筆箱3選を紹介していきたいと思います。イエーイ。最近拍手のめっちゃ大きくなった。めっちゃ音高い、すごい。すごいですね。うん。それでは紹介していきますか。はい、それではどうぞ。私の筆箱はじゃーん。ん？それはぬいぐるみかな？筆箱です。ぬいぐるみみたいだね。なんかそのなんでぬいぐるみ持ってきたのって言われて。紙袋に入ってたので、顔しか見えてなかったから、あれはぬいぐるみにしか見えないですよ。じゃあ、これを紹介します。これは、レイラちゃんの誕生日プレゼントでもらった。めっちゃ可愛いね。ユニコーンだ。そう、これめっちゃ可愛い。色が可愛くて、お気に入りです。この子はいつもベッドの棚のところに置いてあります。一緒に夢を見てます。ユニコーンは夢を見ます。可愛いね。で、次はプーさんです。かわいい、プーさん。プーさん大好きすぎて、これはアマゾンで買いました。アマゾンでプーさん筆箱で調べたら出てきます。頭でっかいね。そうそうそう。拳1個分ぐらい。この子さ、見て。ここに蜂がついてんの。かわいくね。しかも、そう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 。しかもここまでチャックがあるから、いっぱい中身入るし。取り出しやすくなってます。こんな感じです。ではこのユニア、これは今使ってるんですよ。めっちゃ可愛くないですか？なんかめっちゃ可愛い。最近マリーちゃんにハマってるの。あ、マリーちゃん、マリーちゃんにハマってて、白猫が好きで、アマゾンで筆箱探してたらあって。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛くて。ニキだ、ニキ。そう、みんな持ってるよね、ニキは。うん、これは違う。ユニコーンペンケース、はい、らしいです。これはユニコーンペンケースと調べると出てきますね。はい、多分出てきます。はい、なんかこの猫のヒゲでみんなが遊ぶからヒゲがなんかカッとしてるんです。なんか最近お風呂に入ってないのちょっと汚くなっちゃったんですけど、すごいね、かわいい。めっちゃかわいい。そうそうそう。しかもね、なんか物が取り出しやすい。うん、取り出しやすいみたいな。取り出しやすい、はい、取り出しやすいです。です。これかわいいの。やばくない？かわいい。持って移動したり、お手手つないで移動したりしてる。いいね。よいしょ。うん、かわいい。でもなんかぬいぐるみの筆箱持ってると、ぬいぐるみの筆箱を持ってるやつはブリッコって言われて。なんでブリッコって言われるのかわかんないけど。私の、うん、ないじゃん。みんな持ってるじゃん。でひげで遊ぶのやってね。ね、じゃあ次行きます。はい、じゃあマリア紹介していきます。マリアはじゃじゃーん。ぬいぐるみ持ってきてる。じゃあまずこっちから、はい、これはトイストーリーのハム、あの一番最初の動画、マリアの筆箱紹介の時にも使ってた、何やったっけ、ハムだです。ハムだです。そう、ディズニーの筆箱です。これもアマゾンで買いました。これかわいい。え、そう、これがかわいいの。ちゃんとついてる。ちゃんとなんか貯金箱の下の蓋の部分がついてて、そこポイントです。かわいい。去年はこうやって鼻をつぶしてみんなに遊ばれてました。ほら、口がすごいな。なんか、ね、なりますよね。なります。ペンって入れてたら中で開いてる時ないですか？だからもうこんなんなっちゃった。こんな感じです。2個目はこれです。これは本屋さんで買いました。友達が持ってた。持ってる。これの中が緑、あー、
感じのやつ使ってた。あったこれ何種類かあって、ピンクとそのゆずが言ってる緑と、あと黒とかもあって、黒っていうかグレーみたいな感じの色もあって、でもマリアはピンクを買いました。これ取り出せるやつが入ってて、いや、これだけで使えるのもラッキー。うん、これだけでも使おうと思えば全然使えます。これだけでもまあ使えるかな。うん。この透明のにも前と後ろで仕切りがついてるんですよ。でもこの中のピンクにも1個2個で、中に3個目メッシュのところにも2個入れるところがあって、めっちゃ仕切りついてて便利なのでおすすめです。クリア流行ってたじゃないですか。その時に買って使ってました。でさ、透明のやつさ、整理整頓ができないからさ、そう無理なんだよね。そうなんですよ。これ使ってた時に本当にガッチャガチャすぎて、すぐ豚太ったり痩せたりの繰り返しで、だから綺麗にしようと思って透明のを買ったんですよ。そしたら割と綺麗にはなったんですけど、やっぱりすぐごちゃごちゃしてきました。後ろは透明だけど、前には線が入ってて可愛い。これさ、キーホルダーつけれるんじゃね。確かにね、穴開いてる。そうです、ここに穴が開いてるのでキーホルダーつけれるってゆずが言ってます。はい、つけます。つけます。こんな感じです。最後に今使ってるおすすめの筆箱を紹介します。それがこちら、マリークワントの筆箱です。なんかこれ使ってる人もいるね。めっちゃ可愛いのね。すごい可愛いのね。中3になった時にちょっと大人っぽい可愛い筆箱欲しいなってなって、高校生とかも最近結構使ってるじゃないですか。だから高校になっても使えるなと思ってこれ買ってもらったんですけど、このチャックの部分がお花でめっちゃ可愛いんですよ。しかもね、お花ポイントだよね、うん、ポイントめっちゃ可愛い。こうお店行って買ったんですけど、めっちゃ種類あってめっちゃ迷いました。黒でチャックの部分がゴールドなんですよ。でここの線とかラインがあって、そこをくすみピンク、ベージュピンクみたいなので、すごい可愛くて一目惚れしました。ブラックとゴールド超可愛いです。マリクワは子供っぽすぎないし大人っぽすぎないし、その中間ぐらいなのでみんな使いやすいと思います。高校生でも中学生でもみんな使えるのでおすすめです。こんな感じです。こんな感じで紹介終わりました。ぜひ皆さんもね、ぬいぐるみとか大人っぽかわいいとか透明とかっていうのを参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。